震災復興チャリティーイベントスマイルアゲームエールフロムカシマは東日本大震災復興支援を目的として開催されたサッカーの事前試合を中心とするイベントであるカシマアントラーズと同クラブのスポンサー各社がチャリティーパートナーとして開催するチャリティーマッチの対戦カードはカシマアントラーズの OB で編成されるアントラーズレジェンズ対 J リーグでプレーした OB で編成される ウィズホープユナイテッドで行われた。試合会場は、茨城県立鹿島サッカースタジアムで、同スタジアムでは震災後初めて開催される試合となった。試合結果、アントラーズレジェンズ、V ウィズホープユナイテッド、鹿島アントラーズのオフィシャルスポンサーであるリクシルの主催で、ファンキーモンキーベイビーズによるチャリティーライブも開催された。イベントの売り上げの中から、 運営経費などを差し引いた収益のすべてを義援金として日本赤十字社と茨城県に寄付される。ありがとうございます。